獣育とは様々な経験から銃に関するあらゆる知識と銃を選択したり見抜く力を習得し健全で健康安心な獣生活を実践することができる人間を育てることである。これらは一般社団法人日本建築プロデュース協会や一般社団法人住まい教育推進協会などで主に定義されている。さらには国民一人数とが 生涯を通じて健全で安全な住生活の実現、住文化の継承、健康や良好な環境の確保等が図れるよう、自らの銃について考える習慣や銃に関する様々な知識と銃を選択する判断力を楽しく身につけるための学習等の取り組みを指す。2006年に成立した住生活基本法の基本理念には以下の4つが謳われている。 住生活の基盤である良質な住宅の供給良好な居住環境の形成居住のために住宅を購入するもの等の利益の擁護、増進居住の安定の確保これら基本理念において日本国民にとって住育が必要な教育であると言える。住育を消費者が学べる場として各地域に住育学校が開校されており住まいの寺小屋としてこれから住まいを建てる 予定のものや今の住まいをもっと快適にしたいというものの学びの場となっている。また、木造家屋の多い日本の住宅において骨組みに使われる木材の知識を得るために木の住まい教室も各地域で開催されている。10月19日は住育の日。住宅の健康とそこに住む人の健康を守るために業種を超えた専門家が集まり研究活動などを行っている。 大阪に本部を置く NPO 法人日本健康住宅協会が制定した日、住宅についての教育を行う住育の大切さをアピールするのが目的。日付は10月が住宅月間であることと10と19で住育と読む語呂合わせから。住生活基本法は国民に安全かつ安心な住宅を十分に供給するための住宅政策の指針となる日本の法律。 2006年2月6日に閣議決定され、6月8日に交付、即日施行された。長期有料住宅の普及の促進に関する法律が2008年12月に、交付200年住宅ビジョン200年というのは、ロングライフ住宅を象徴する数字で、具体的な目標値ではない。ありがとうございます。